皆さんこんにちは、柳川聖佳です。本日は J リーグ第14節浦和レッズ対鹿島アントラーズの試合にやってきました。今いるのが浦和美園駅から埼玉スタジアムまでの通りにいるんですけど、こちらで浦和レッズのファンサポーターさんに突撃インタビューをしていきたいと思います。内容は感染コーデということで、皆さんの感染コーデをちょっとインタビューしていきたいなと思うんですけど、あいにくの雨天、雨が降っているので雨天日の感染コーデを皆さんにちょっと聞いていきたいと思います。それではレッツゴー。こちらのお二方に来ていただきました。トトレキをお伺いしたいんですけど、結構昔から？いや、私が小3小学校なんで。今おいくつですか？今は高2。ここ2年生、はい、6、7年ぐらいかな。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、生まれた時から。あすごい。今同い年？中3です。中学3年生4年ぐらい。おお、長いですね。完成コーデお伺いしたいんですけど、なるべく、うん、赤、黒、白にまとまるようにみたいな感じに。確かに赤、黒、白です、はい、もバッグ、バッグは巻きながら。かわいい。そうだそうだ、そうだ、はい、レッツの推しの選手、推しの選手は小泉選手と、あと今シーズンは木原選手を応援してます。木原レッツ、はい、ありがとうございます。赤をメインにしたかったので、あとは暗い色とかグレーとかシンプルな感じにしてます。ありがとうございます。小泉選手が好きです。お、小泉選手大人気ですね。最後に推しの選手の小泉選手、木原選手に向けてやチームの方々にメッセージお願いします。 UCL 優勝と、最近勝ててないんですけど、はい、今日の鹿島戦勝てるように頑張ってください。ありがとうございます。最近ドローが多くてあまり波に乗れてないと思うんですけど、今日は勝てることを信じて私たちも応援頑張るので、皆さんも頑張ってください。ありがとうございます。そうですね、今日こそ絶対に勝ってね、はい、波に乗りたいですね。はい。はい、続いてこちらの女性の方に来ていただきました。サポ歴お伺いしたいんですけど、10年ぐらいです。10年。今までインタビューしてきた中で一番長いです。完成コーデについてお伺いしたいんですけど、はい、いつも最近じゃないですよね。14年とかのやつですか？14年。パパが買ってくれました。すごい。 いやめっちゃ可愛いです。最後にチームや、推しの選手の方に何かメッセージがありました？今日鹿島戦ということで宿敵であると思うので絶対に勝ってほしいです。ああね、勝ってほしいですよね。行きましょう。はい、続いてこちらのファミリーの方々に来ていただきました。どうぞ。サポ歴をお伺いしたいんですけど、はい、2003年からなので19年。19年、すごい、更新しました。さっき10年の方がいたんですけど、更新です。続いて感染コーデについてお伺いしたいんですけど、ちょっと今日あいにくの雨天で、はい、今日は皆さんなんか同じような。そうですね、基本的に毎年ユニフォーム買ってるので、はい、昨日誕生日だったので、おめでとうございます。誕生日初めてキッズのユニフォームを変えたので、伊藤敦樹君が好きだということで。今日出てほしいですね、敦樹選手。はい、最後チームの方々や推しの選手の方にごメッセージお願いいたします。はい、ユンカー選手、前節ハットトリックだったので、またハットトリックを鹿島戦で決めてほしいと思います。頑張れって敦樹選手ね、頑張れって。ありがとうございます。はい、続いてこちらの2人の女性の方に来ていただきました。サポ歴をお伺いしたいんですが、私は生まれた時からずっとサポーターです。すごい。え、今ちょっと今18歳。18年、すごいですね。じゃあもう家族で好きだったみたいな感じ、はい、あー最近ね、全然最近だった。最近、うん、お友達だから、はい、あ、一緒に行ってサポーターになったみたいな感じ。
素晴らしいですね。観戦コーデについてお伺いしたいんですけど、ひときわ目につく T シャツですか？沖縄の T シャツ。めっちゃ可愛い。今日は、あ、ジェアモ T シャツ。可愛い。でもね、なかなかね、やっぱこのユニフォーム着る方が多いから、逆にね、やっぱりすごいいいんじゃないかなって。私は思うんですけど、ありがとうございます。選手の方々やチームの方々にごメッセージお願いいたします。頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。はい、続いてはこちらのご兄弟さんに来ていただきました。まさかのご兄弟ということで。で、ありがとうございます。来てくださって、スポ歴をお伺いしてもよろしいですか？はい、私は小学校から応援してて、はい、大体15、6年ぐらい。15、6年、はい、私は高校からなので8年ぐらい。いやー、それとも長いですね。本日の観戦コーデについてお伺いしたいんですけど、今シーズン仕様で、ね、リストバンドと一緒に着けてる感じで、かっこいい。しかも時計も、そうです ね、これも応援始めた時ぐらいなんで、買ってるやつなんで、すごい。一応セットアップっぽいんですけど、うん、赤が入るように白でまとめてみました。あつき選手、選手のやつを使ってます。多分関根選手ですよね、はい、いやーすごい。今マスクあれなんですよ、完売してるんですよ、ほとんど。大きなサイズしかなんか売ってなくて、しかも番号入ってないんですよ。そう、部屋小さめとか子供サイズはもう売り切れてるらしいですっていう余談です。選手の方々やチームの方々にメッセージお願いします。今日は大事な試合だと思いますので、関根選手が推しになりますので、積極的なドリブルと得点の絡む演出をぜひ頑張っていただければなと思います。私は伊藤敦樹選手を推しているんですけど、この前の試合で出れてなかったんですけど、今回の試合で出ていただいて、いい活躍していただけたらなと思います。頑張ってください。ではこちらのご兄弟に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きましてはこちらのご家族の方に来ていただきました。今何歳ですか？5歳。幼稚園。かわいいですね。ありがとうございます。サポ歴お伺いしてもよろしいですか？全然もう最近。最近、はい、最近じゃ一緒にサポになっていただいて、ねえー、本日の完成コーデをお伺いしたいんですけど、はい、ただユニフォーム着てるだけなんです。、はい、これは昨シーズンのですか ね、 そうですね。2021シーズンのユニフォームを着ています、はい。好きな選手誰ですか？石川選手です。キーパーの。選手の方々やチームの方々にメッセージをお願いします。頑張って。ありがとうございました。ありがとうございます。ここで私の友人が通りかかって来てくださいました。ありがとうございます。お名前お願いします。鈴木みなみです。よろしくお願いします。はい、このみなみちゃん、私の今まで の、 そのサッカー一緒に見に行ったりとか、大学サッカーとかプロもね、なんとか一緒に見に行ったりしているお友達です。ダゾーンのやべっちスタジアムチャンネルの YouTube の方をアシスタントでさせていただいてました。本当に見てました。すごい有名な方です。ありがとうございます。今日の観戦 のコーデのポイントを言っていきたいと思うんですけど、何かありますか？ポイント区切る。なんだろう、ちょっと雨で湿気てるから暑いかなと思って、半袖にインできる感じのミニスカートで、ちょっとなんか足長く見えるようにちょっと長めのブーツです。私は、はい、私は言ってなかったので、私も観戦コーデのポイントなんですけど、このスカートが結構ゆったりめで薄い素材なんですよ。なのでこれからの夏の時にも使えるし、今日もちょっと気合い入れて動けるようにロングスカートで清楚系で、はい、コーディネートしていました。しませんということで、スタジアムに入る人数も4万人以上って言われていて、今シーズンの中でも一番ちょっと入るんじゃないかって言われている試合なんですけど、どうですか意気込みは？そうですね、まあ今折戸鹿島は調子いいので、このまま今日も勝って私は突っ走ってほしいなと思います。そうですね、今首位1位ですよね。浦和レッズも最近はちょっと引き分けが7試合続いてるので、今日こそはもう鹿島にね勝って波に乗れるように頑張ってほしいなと思います。それではお互いいい試合になれるように
頑張りましょう。頑張りましょう。はい、この3人の方に来ていただきました。サポ歴をお伺いしたいんですけど、皆さんのサポ歴お伺いしてもよろしいですか？はい、私は4年です。4年、今日からです。今日から。ありがとうございます。めっちゃ可愛いですね、リボン。リボンもつけて買ってきました。もう準備満タンということで、今日のちょっと感染の方針についてお伺いしたいんですけど、何かありますか？雨なんですけど、私はいつも通りで、はい、まあ、赤、黒、白で、あ、私はレッドカラーが入ってるポンチョを着てきました。あー、めっちゃお似合いです。ありがとうございます。 T シャツと、あとはルーナイオンですかね。バッチシ。これあれですよね、あのベーツです。セサミストリート。セサミストリートのコラボのやつだ。いや、すごいですね。初めてなのに。ありがとうございます。チームの方々や推しの選手の方々にメッセージをぜひお願いします。はい、みんな応援してますけど、私はショルツ選手を応援しているので、もう今日も絶対勝ちたいと思いますので頑張りましょう。私はまだファン0日目なんですけど、あのレイ選手を応援してます。頑張ってください。キャラ選手。自分はあのまだわからないので、今日推しになる選手が見つかる試合を見せてくれることを期待してます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。行ってきます。はい、続いてはこちらのお二人さんに来ていただきました。こんにちは。サポ歴をお伺いしたいんですけど、いつ頃からレッツサポになってますか？お父さんの影響で長い間好きなので、うん、はい、原口元気とかがいる時からずっと好きです。いつですか？8年前、小学生ぐらい、十数年ぐらい。ありがとうございます。はい、でも兄さんは、はい、まあ、ゆうかちゃんがレッツ好きっていうのを聞いて、はい、去年、自分いつもナックファイブ聞いてて、あー、で、ナックファイブずっと聞いてるんだけど、はい、レッツのコーナーが6時45分ぐらいからいつもあって、はい、それで去年ぐらいからずっと試合の結果だけ聞いてて、あー、来シーズンから応援したいなって思って。え、でも本当にそのゆうかさんも、そうですね、ゆうかちゃんが誘ってくれたの。誘ってくれたから。素晴らしいですね。本日の観戦コーデについてお伺いしたいんですけど、お伺いしてもよろしいですか？そうです、セットアップに。いつの世代だろう。いつですかね。これは昔なんですけど。そうですよね。お兄さんに着てるのも、そうですね、もう私のね、貸してもらいました。あ、素晴らしい。なかなかいないですからね、やっぱ昔のユニフォームを今も着てくださってる方とかね、さっきから撮ってるんですけど、やっぱ最近のユニフォームの方の方が多いので嬉しいです。ありがとうございます。はい、最後に選手の方々やチームの方々にメッセージお願いいたします。こういうご時世ですけど、勝って元気をもらえたらなと思うので、頑張ってください。引き分けが続いているので、今日は勝ち点3が取れればいいなと思います。いや、本当ですよね。ユーカー選手、期待します。はい。ハトトリック全試合、はい、ね、前回決めていただいたので、今回も、ね、期待して、ね、応援していきたいと思います。はい、続きましては、こちらのご家族の方に来ていただきました。サポ歴をお伺いしたいんですけど。はい、私は、はい、あっちに主人と付き合ってからなので、はい、もう7年7年で、この子も生まれてからもずっと、うん、生まれてからのレッツ色に染まってきたので、家でも歌ったりしてるよね。家でも歌ったりしてる、かわいい、見たいですね、その姿。本日の観戦コーデについてお伺いしたいんですけど、このユニフォームは、ね、2020年のユニフォームで、お姉さんが着てるのはね、それあのまたかっこいい。2014年の、うん、最近のユニフォームの人がやっぱ多いので珍しいかなって。カモフラがねえ、本当にかわいい。私も欲しい。選手の方々へメッセージお願いいたします。よく言えました。小泉選手、頑張ってください。応援してます。小泉選手、ね、今日もちょっと出てくださることを期待して。そうですね、そうですね。ありがとうございます。本日は来ていただきました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。はい、ということでインタビュー終了いたしました。いや、もう本当にこの企画やって正解だったと思います。
ご友人の方から家族の方、あとはちっちゃい子もいたので、いろんな方々からお話が聞けてすごく楽しかったです。歴代のユニフォーム着ている方もすごく多かったので、本当に昔からファンなんだなっていうのがすごく伝わりました。またね、ぜひこういう企画やりたいので、ぜひぜひ皆さんもインタビューできていただけると嬉しいです。ということで、この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントを皆さんお願いします。以上、柳川聖果でした。バイバイ。